さあ今日は小林紀生さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日の企画はですね、石井さんがこの本をやりたいと。はい。これは愛の形という本で、これはもうノンフィクションの傑作だと僕思ってるんですよ。これ本当にそう思う。これ一人の写真家の、まあ、ドキュメンタリーだけど写真論にもなってるし、でしかもそれがその体験に基づいたものだから、本当にこれはすごい本だなと思ってたので、うん、まあ、石井さんがぜひ、まあ、小林さんのこれやりましょうということで、はい、うん、以前はメモワールっていうタイトルで、ね、そうですね、単行本の時はメモワールっていうタイトルだったんですけど、僕は最初から愛の形ってタイトルにしたかったんですけど。あ、そうなんだ。まあ、編集者とかね、うん、まあ、いろいろ出版の時メモワールのがいいんじゃないのみたいな、うんうん。さあ、そのメモワールなんですけども、まあ、古谷紗一という写真家ですが、1950年生まれで、現在もオーストリアにお住まいなんですか？そうですね。オーストリアの、グラーツ。グラーツって第二の町、はい、に住んでいる。住んでますね。ちょっとね、その、どういうものか一旦見てもらいたいと思うんですけど、これが非常に貴重なもんですよね。これが初のメモアールっていうことですかね。メモアールは実は皆さんこれからご説明しますけど、何冊もシリーズとして出てらっしゃいます。1989年に、出てるもので、1991年にあのパルコギャラリーで展示をしてるんですけども、その時にその会場では売られていたものですね。その時の展示は見に行ったんですか？小村さん。見てますね。で、それで衝撃を受けて、まあその後はちょっと間を置いてから古谷さんのところに訪ねて行ったみたいな。わざわざオーストリアに訪ねて行ったんですよね。そうですね。そこまでして話を聞いてみたいと思ったのはどういうことなんですか？そうですね。まあ、古谷さんは、まあ、1950年生まれで、1973年に日本を離れて、ずっと向こう、ヨーロッパで生活されてるんですけども、うん、まあ、その中で、オーストリア人のクリスティーネっていう方と会って結婚して、一時を設けて、うん、で、その後7年8ヶ月ですかね、の結婚生活を過ごすんですけども、うん、まあその間に、まあだんだん奥さんが精神を病んで、最後、東ベルリンで投身自殺をしてしまうっていう、まあまあ、すごい、簡潔に言うとそういったところを、写真を撮られてる、その亡くなるまで、出会いから亡くなるまでを撮ってるんですけども、まあ一つはその、まあこの写真集もそうですけども、まあ かなりミステリアスで、わからないところがたくさんある。で、なんですかね、あとはまあ写真のなんか、こう、色気みたいな、まあ怖いって言ってもいいと思うんですけど、うん、わからなさみたいなところ、もう写真、僕、なんていうんですかね、写真表現を超えてるみたいな、生きることと同等みたいな、なんかそういった写真に感じられて、で最初91年にそのパルコで見た時も、まあ、衝撃を受けたっていうので、きっとその写真、それまでのこういった写真表現って見たことがなかった衝撃だと思うんですけども、うんうん、あとまあ日本を離れてずっと異国、外国、ヨーロッパにいる中でのこう、なんですかね、その、異文化に触れる中でこう、まあいろいろこう感じながら撮ってる一人の青年の姿がこう立ち上がって見えたとか、まあいろんなこう要素があって、でその後古谷さんはメモアルを何冊も出版しているんですけども、そうですよね、まあ、なぜ同じタイトル、うん、メモアルってタイトルで写真集を作り続けるのか、
まあ普通に考えるとこう同じ写真タイトルの写真集っていうのは、うん、まあなかなか次々作らないし、まあいつもこう主題は奥さんなんですよね。うん、もうあのクリスティーネ。で同じ写真何度も使ってる、うん、だから、うん、その辺の なぜだろうみたいな疑問があって、まあ何かこう自分に書けないかなみたいな。うん、まあ文章ですね、写真ではなくて文章で古谷さんについて書けないかなっていう思いがだんだんこう高まってきて、まあある時お手紙を書いて、まだメールがあったけどあんまり世の中メールやってる人いない頃で、ファックス送ってみたいな。2010年、わずか8年弱の結婚生活で、そこで撮られたものを何度も何度も編み直して、で、5冊でしたっけ？最終的に5冊。5冊の写真集を作っている。メモガルってタイトル。はい、メモガル、ね。他にも、はい、あの、奥さんを、あの、題材にしたものと、うん、まあ他にも入れると10冊くらいなるかと思うんですけど、うん、古谷さんっていうのはその、8年以降は、撮ってんですか、奥さんが亡くなって以降を、ええ、自分の作品っていうのは全てそのクリスティーネ関連のものだけなんですか。何かの新たなテーマでっていうのはおそらくないはずですね、うんええ、現在にわたっても新刊が出続けるわけですよね。そうですね、去年の秋にも一冊出しましたね、うん、それも奥さんあのクリスティーネがかなり深く関わってる。まあ、まず古谷誠一さんがどういう方かというと、まあ、それこそ日本を代表する海外で活躍される写真家であり、森山大道さんとか荒木信義さんをヨーロッパに紹介したのも実は古谷さんです。そうですね、初期の頃。うん、それでやっぱり日本の写真業界で、まあ、あるその強烈な作家性と存在感と影響力を持った人じゃないですか。で、その方がまあ自分の妻を撮り続け、何度も同じ本を編み、しかも亡くなっている瞬間まで撮ってるってことを、まあばっかりなんでしょう、こう、注目されるんですけど、うんうん、まあ僕が興味を持ったのは、まあそれはもう事実としていいとして、その、まず、その小林棋聖さんというその作家である写真家が、そのだんだんこの古谷誠一という、その、ある意味その、不可解で謎多き、写真家のこう深淵にこうどん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 近づいていこうとするんですけど、そこはやっぱり古谷さんもなかなかの手だれで、尻尾をつかませないというかですね。いや、この、その追いかけっこだもんね。うん、そう。で、それが僕、実は写真の本質なんじゃないかって気がすごくするんですよ。うん、で、まず、写真を撮る、人を撮る、妻を撮る、相手を撮るってことは非常にやっぱりこう野蛮な、あの、行為でもあり、まあそれこそ、相手を被写体にしてしまうという時点でかなり、深瀬正久さんもね、そこで恋人と別れたりってこともあるし、だから歴代のその著名な写真家の方はみんなその対象を撮るってことに対してかなり野蛮であるというふうに思うんですよ。で、それをしかも何度も何度も亡くなってしまったことによってこう編み続けてるっていうその行為。で、僕らもなんとなく写真集ってこう新作を撮って新作を編むって思ってましたけど、実際に僕が渡辺さんから写真を学び始めると、むしろ過去に撮った写真をいろいろ組み合わせて、で新たにこう再構築するっていうことが実は写真集のもう一つの形であるってことが分かったときに、やっぱりこの古谷誠一っていう写真家のあり方と撮り方と写真集の編み方と、しかもそれを対象としてその捉えようとするその小林さんの追いかけっこみたいなものが、うん、まさに写真の面白さの本質なんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん、まあ、古谷さんが言ってるのは、うん、まあ、よく何度もこうあの話の中に出てきたのは、うん、あの記憶は常に新しいものであるって言って、なのでメモアル何冊も作ってるけども、うんうん、決してなんか焼き直しではなくて、うん、例えば1995年の記憶、うん、でその後の記憶は、まあ、当然ながらそう、うん、あの過去のその直後とその
5年後とかでまた記憶の形が変わってるので、うん、まあそういう意味で常に新しい、うん、っていうことだと思うんですけども、それは結構、まあ確かにその通りだなっていうふうに感じて、うん、まあそんな、まあいくつか要素あると思うんですけども、うん、まあその中の一つの大きな要素が、あの、記憶は常に新しいものであるっていう、うん、まあその考えのもとに、あの、何度も何度も同じ写真を使い、まあ、新しい写真も入ったりして、うん、あの、まあ、構成は絶妙なんですけども、まあ、それゆえ、こう、作り続けてきているのかな、というところですね。うん、そのことがあまり語られていないんだけども、この本にはそのことが全て語られているってところが、僕は非常に感動したんですよね。まあ、これを書いてるとき、古谷さんはメモあることをずっと、うん、作ってるときで、また何年後に作るみたいな。まあ、正直これは僕はこれいつを終えればいいんだろうみたいな、うん、古谷さんがメモワールを作り続ける限りもう追い続けないといけないのかなみたいな、うん、これきっかけはあったんですか、ここで書こうっていうのは。まあ、最後メモワール、今ここには今日持ってきてないんですけど、うん、メモワールの最後のメモワールってのがあるんですよ、うん、最後のメモワールだけ最後のピリオドが打たれてるんですけども、うん、それを古谷さんは最後のメモワールにするっていうのは、それを作る前から言ってて、このメモワール1984から1987っていうのは2010年に出てるんですけども、うん、まあ土砂日で写真展やった年ですけども、うん、これを最後のメモワールにするっていうのはその前から宣言して、まあ、僕に教えてあのくれたんですけども、なので、まあ、やっと自分もここで書き終えられるかな、みたいな気持ちにはなりましたね。その後も実は作ってるんですよね。そうですね。そこが面白いですよね。まあ、その後はメモワールってタイトルではないんですけども、作り続けてますね。それは面白いと、ね。面白い。そこも面白いですよね。クリスティーネがね、魅力的なんですよ、これが、ね。そうですね。まずこの女性が非常に魅力的ってことが、まあ大前提ですよね。本当にその初期の、最初のね、あの出会った頃のクリスティーヌは、本当に、なんだろう、美しいっていうか、キュートで、まあこれはやられてしまうだろうな、っていうのはよくわかるんだけど、これ、クリスティーヌって、まあ演劇もやっていたということで、自身がやっぱモデルになることに対しての抵抗はなかったわけですよね。そう。撮らないでっていう形はなかったって書いてありましたね。古谷さんから聞いてますね、うんうん、一度もこう拒否されたことはないみたいな、撮られることをずっと受け入れていたのがちょっと不思議ですね。精神的にちょっと疲れてたり追い込まれたりすると、うん、なんかやめてっていうような気がするんですけどね。もうきっと、まあ、一つは、うん、あの、外国人同士で、うん、まあ、古谷さんは、まあ、ドイツ語はもちろん喋れますけども、まあ、ネイティブではないので、うん、やっぱり、その、言語によるコミュニケーションには、うん、あるとこ、まあ、限界って言っていいかわかんないですけど、まあ、そのネイティブ同士のコミュニケーションとはやっぱり違うものだったと思うんですよね。その時、その、取る取られるっていうのは、はい、そこで繋いでたっていうのか、まあ、一つ大きなコミュニケーション、信頼関係みたいなところだったのかなっていう気がします、ね。取る取られるでちょっと面白いと思ったのは、これクリスティーネが取ってるんですよね。そうですね。そのクリアさんを取ってる、ね、でカメラを持ったクリスティーネの写真って結構クリアさんあの写真の中に出てくるんだけど、うん、あ、こんなに撮ってたんだなっていう。まあ、特にこれですよね。まあ、この写真すごい有名ですけど、これ、そうですね、これその古谷さんのふるさと、伊豆半島ですけども、その時、このカメラで、ここの古谷さんを撮っていたっていうのは、僕もこれ2020年にこの写真集を撮ってますけど、一度も古谷さんからこの写真の存在を教えてもらったことがないし、まあ、古谷さんも、あの、屋根裏にこの写真が眠ってたみたいなことを言ってますが、そこがまた面白いとこで。これだけ組めるっていうことは相当量があるっていう。そうですね、相当の量を取ってますね。ということですよね。かなりの量をこれ取ってますね、これは。これまで作られたメモアルには一切出てこなかった、古谷さん自身が。古谷さんが見たクリスティーヌだけど、反対側が
あるわけですよね。これはいいなと思いましたね。まあ、面白いのは、その、まあ、さっきの伊豆の写真とか、うん、例えば、古谷さんが写ってる写真見ると、ちょっと印象が違って見えてくるっていうか。一方的ではない。そうですね。それまでのメモアルは、ちょっとその非業の死を遂げたということも含めた、神秘性があったんですけど、ここに古谷さんが出てくることによって、急にその印象がガラッと変わったところも含めて、そうですね、面白かったですよね。日常があるというかね。だから、こう、まあ、さっきのね、話で撮ると撮られるっていう関係、うん、まあ、古谷さんが撮る人、フリステが撮られる人っていう関係だと思ってたんですけど、うん、僕もずっと、うん。まあ、実はそうではなくて。いや、これなんかもう象徴的だよね。ちょっとこう、ユーモアさえ感じるよね。お互いが写真を撮り、撮られる存在だったっていうのは、これが出るまで僕も全然知らなかったし、古谷さんも語ってなかったみたいなところがありますね。いや、僕その、この愛の形っていう小林さんが書かれた本、もともとのタイトルがメモアルだって聞いたときに、やっぱ愛の形っていうタイトルの方が正解だなと思ったんですよ。で、なんかこう、そのクリスティーノが病んでいったとかね、その彼が殺してしまったんじゃないかみたいな、まあ、そういう目線でこう人は見がちじゃないですか。でも実際にはおそらくすごい愛し合っていたし、うん、お互いお互いのこと好きだったし、で亡くなったことやお互いが取り続けたことも含めてやっぱり二人の愛のこう形だったんですよね、うん、でそれをその古谷さんがあえて小林さんの前で多く語らないんだけど、うん、そこは滲み出てくるので、だから僕これはね、すごいラブストーリーだと思って読んだんですよね。なるほど。だからこう、僕は辛いと思わなかった。あ、すごいいい、たった8年間だけど、こんなに愛し合える男女ってなかなかいないよなっていうですね。だから映画化したいなと思ったんですね。ね、小林さんにもご説明したことあるんですけど、これラブストーリーとして描けたら、究極のラブストーリーになるなっていう気がするんですよね。まあ、僕はこの愛の形っていう、まあ割とこのタイトルの意味合いとしては、まあ亡くなってから、クリスティーニが亡くなってからずっとこう写真集を作り続けて、で古谷さんもそのクリスティーニが生きてる時よりも、例えばこう暗室の中でこうプリントしながら、よりこう深くこうコミュニケーションを取ってるとか、深い関係になったみたいなことを言って、で、まあ、死者と生きてるものとのその暗室の中とか、まあ、写真集を編むっていう、その行為が、まあ、一つの愛の形。まあ、なかなかそういったものってない、他ではあんまりないもので、まあ、そこは割と大きなとこですね、自分の中では。その、まあ、こういう形もあるんだみたいな。その二人にとってはすごく濃密な8年間だったし、しかも、不謹慎なこと言えば、濃密な8年間をずっとその瞬間の思い出にしたまま、うん、古谷さんは写真家として生き続けられるわけじゃないですか、うん。だから非常にエゴイスティックではあるけれども、すごく純粋な、なんかこう愛を表現する写真家だなという気もするんですよね。新しく撮れないわけだし、本当にいい思いや悪い思いでも含めてそこに凝縮されてるじゃないですか。古谷さんはね、自分のこと写真家じゃないっていうんですよ。それが面白いと、そこなんかでも小林さんがそこまで興味を持ったっていうのはどの辺なんですかね、うん、その、まあ、一つはなんですよね、途中から古谷さんのところに訪ねることが、楽しくなったっていうとちょっと違うんですけど、まあ、その魅力に完全に自分がその中に入ってしまって、やめられなくなったみたいな感じですかね。こう、アリ地獄のこう、なんかずる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 こう。それはさ、会いに行きたくなるんですか？会いに行きたくなる。話を聞きたい、会いたいっていう気持ちが強くなる。そうですね。だからおそらくその、クリスティーヌさん、クリスティーヌさんもそういう人だったし、古谷さんも多分そういう人なんですよ。で、やっぱり作家の中には、その人のその才能の多くの一部が、もうその人に関わっていないと、まさに小林さんが見られてしまったように、
どうしても亡くなってしまった人やっぱいるんでしょうね。だからクリスティーナさんもそういうフリアさんに出会っちゃったし、うん、フリアさんもクリスティーナさんに出会っちゃったし、うん、その二人が残した写真をこうやって何度も何度も繰り返し見れるっていうのは、うん、これはなかなか写真誌、映画誌、どこ探してもこれしかないし、小林さんはそれを記録してるってことも含めて、そうなの。これはね、なかなかの奇跡だと思う、ね。ものすごい失礼なこと思ったのが、これ読み終わった後に、うん、あ、小林棋聖っていう人は、古谷さんと出会うために生まれてきたんだなって思ったぐらい。まあ一つ決めたのは、これ書くにあたって、やっぱり古谷さんはもうね、写真集を作ることを、まあ生きることと同等にやってることは、うん、まあ認識してたので、手は抜かないように、うんうん、ちょっとでも手を抜くと古谷さんに対してすごい失礼なことになる、そういう望み方でその書くとかっていうことはしちゃいけないなっていうことは結構、まあ、最初もですけど途中も結構肝に銘じて書いてましたね。まあ、最初主演者からうん、出たんですけど、その時がもう、まあ、完全に僕も書く時も完全に入ってる感じで、うん、まあ、今考えるとその編集の人に変なこと言ったなと思うんですけど、うん、僕はこれ古谷さんって心中するつもりで書いてるんで、うん、その編集者の人にも心中するつもりでやってもらえますかって言ったら即答で嫌ですって言ってなんでみたいな思っ、まあその時思ったんですけど、まあ後で考えればそりゃそうだよねみたいな、でも自分は古谷さんに対してはなんかもう完全にそこまで入り込んじゃって何ですかね、もう関わってしまった、かなりこう古谷さんの人生にも関わってしまったみたいな意識があって、もう抜け出せないみたいな、なんかそういった妙な感じでしたね、うん。やっぱ写真の持っているそのなんか報道性とか速報性ではなく、うん、その写真を見ることによって、その写真の周辺にイメージが広がったり、昔の記憶が突然呼び覚まされるみたいな、その写真の記憶性とかその拡張性みたいなものが今すごく注目されてくると思うんですよね。で、それをやっぱ古谷誠一さんという人は同じ写真集を同じ写体で何度も編むことによって、毎回その見る人に違う印象を与える。そこが多分非常に稀有な写真家である写真集だと思うんですよ。で、それをしかも小林棋聖さんが追いかけて言葉にしている本っていうのが、だから写真を理解するのに実はすごく大事な本だっていうふうに思うんですよね。まあ、これまだね、文庫本の方で読むことができるし、Kindle でも読めますよね。あ、そうです、はい。まあでも文庫で紙で読んでいただきたいですね。普通の写真の話とは違う。違いますね。小林棋聖さんという方でしたけど、逆に写真がっていうのが分からなくなる。そうですね。ここ混乱すると言えるかもしれない。でもだからこそ面白いんですよね。まあ、古谷さんも本当は分からない。うんうん、分からない、うん、渋谷誠一時でも分からなかったし、うん、そう、もう最後は分からないですね、うん、まあ、分からないから、まあ、魅力があると思う、うん、分からないから何度も何度も作り続けるし、でそれを我々は何とか分かろうとして楽しむし、いやこれは本当に面白いっていうのもなんだけど面白い極上のノンフィクションであり極上の写真論ですよ、うん、どっちも入ってる、うん、ということで、ありがとうございます。はい。小林棋聖さんに、愛の形の話をしていただきました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。